それからそのやはりポーランドっていうなんかを背負って、そうです、もう拍手からして違うし、なんかここで私が頑張って一等賞を取らなきゃっていう、うん、ようなね、なんか、まあ、プレッシャーがあるんでしょう。あ、そうですね。で2番目に登場なさったのが小山さん。小山さん、はい。で小山さんはあのショパンのコンクールは初めてですけれども、はあ、ショパンはたくさん各地で弾いてられましたしね、はあはあ、なかなか手慣れた演奏という感じでした、はあ、あのチャイコフスキーコンクール第3位という実績もありになりますし、そうですね、あのチャイコフスキーコンクールにもみんな聞きに行った人もいましてね、はあ、もうよく名前が知られてると、はあ、審査員なんかでも聞いた人もいるという感じでしたね、はあ、小山さんは田村博先生に師事なさって東京芸術大学大学院修了という方でございますね、はあ、それでは小山道江さんの演奏です、ピアノ協奏曲第1番どうぞお聴きください。
日本の小山道江さんのピアノでピアノ協奏曲第1番でございました。なかなか手慣れたいい演奏だと思いますね。そうですね、やっぱりオーケストラと演奏するっていう経験がたくさんないとね、はあ、コンチェルトの場合にはいろいろ不利ですから、はあ、今日はポーランドテレビジョンの協力の画面で見ていただいているわけですけど、はい、やっぱり審査員席で聞いてらしたのとまた違いましょう。そうですね、かなり遠くからこう眺めてるわけですからね、はい、2階の正面といえどもやっぱりそう、はい、手の形も見えないし、それから顔の表情も見えない、非常に面白いですね。本選1日目3人目はフランスのマルク・ラフォレですね、はい、これも19歳の少年でね、はあ、そして非常に小柄で茶目っ気のある男で、うん、非常に人気があったんです。はあはあ、でことにマズルカは賞を取りましたけど、マズルカの演奏素晴らしかった、はあ、まあ、ブーニンを抑えてマズルカでは賞を取りましたから、はい、皆さん期待してたわけで、彼だけがね2番のコンチェルトを弾いたんですね。そうですね、はい、6人の中で彼1人ですね。彼1人なんです。ですからそれも非常に幸いしたんじゃないでしょうか、はあ、何かルビンシュタインに見てもらったことがあるとかって。あ、そうでしょう、ルービンシュタインの晩年の頃に習ったことがある、はあはあ、でルービンシュタイン夫人なんかも会場に見えてましたからね。ああ、そうですか。非常に華やかで、はあ、面白かったですけど。ああ、そうですか。彼の演奏全体ではどんな風で。そうですね、フランス人の演奏っていうのはそのポーランドとかそれはソ連とは違って一風変わった、その非常にこう気持ちの良いフランス風のショパンっていう演奏ですからね、はあはあ、ウィットがあってとても、うん、楽しく聴けますね。ああ、そうですか。